僕はもう基本親は言われたものを与えてあげる、うん、こんなことがやりたいからやらしてって言われたら、うん、いいよいいよってそのできる範囲内で与えるっていうのが親がやれることはそれしかないなと思ってるんですけど、親って俺すげえ面白いなと思うのは、大したやつじゃねえのに大したやつだって錯覚しちゃってるところが面白いなと思って、親になる、おめえ親になったら立派な人間になってるって勘違いしてねえかっつって、子供に教えられることの方が多いっていうか、まあ子供の方が先進的ですよね。俺だからあれですよ、全部子供がやってることが正しいと思ってますからね。あの教育制度が未だに維持されてることがやっぱ根本なんだろうな。でそれがやっぱりずっと続くから、親とか先生もその流れの中に完全に埋まってるので、うん、子供に対して没頭したりとか、うん、いろんなことに興味を持ったりすることを邪魔するじゃないですか。その管理教育に合わない人たちは相当多くて、最初みんなやりたいことがないんですっていう人たちがすごく多いわ。ほら出た。でもやりたいことを言えないようにしてるのは 親とか先生じゃないですか。先生子供もアホじゃないんで分かると思うんですよね。なんで俺こんなことしてんだろうみたいな、うん、明らかに時代に合ってないし明らかに不要なことを習ってるので、うん、でもう頭いい子とかはイライラしてると思うの。俺もそうだったし、だから飛び級なんか別にしなくていいから、うん、勝手に飛んじゃえっていう、学びたければいくらでも学ぶプラットフォームあるわけだから、うん、それ使っちゃえばいいじゃん。で課題感としてあるのは、うん、親からすると自宅にちっちゃい子供がわしゃわしゃしてるとめんどくせえから、どっかで預かってほしいと思ってるんです。預かり料払うからみたいな。で金がない子供はもう家はもう知らないから公立小学校に通わせるしかないんだけど、うんうん、うちだってそうだったし。っていうことなんですよ、要は。